はい。皆さんおはようございます。今日はですね、3月の24日、時刻は7時48分に収録しております。今日のテーマはですね、こちらありますように、ついにですね、チャンネル登録者数が200名に達成しました。はい。皆さんはね、登録いただいた皆様は誠にありがとうございます。 でね、えーまあ、むしろね、メインのファーストチャンネル、今36,400人で。セカンドが喋、まあ、り系のチャンネルで19,700人。まあ、これらよりも、えー、この200人というのが非常に嬉しいというお話をさせていただきたいと思います。メインとかサブっていうのは、まあ、一つは作品置き場。で、セカンドチャンネルっていうのは、まあ、喋りだけの情報発信ですね。<laughs> まあいずれも、まあ、二万、まあ、一つは2万弱。もう一つは36,400人。 満タンじゃななないいですかで個、えー、なくすすか02 200個くととこの200名という規模になります、はいまあ、非常にね、まあ、ささやかな規模ではありますが、これね、チャンネル登録1人増えるっていうのがすごく嬉しくて、1人増えるってことは、これ02個足すと、メインとかサブで言う100名増えたのと同じぐらいですよね。 ですので、なかなかね、チャンネルの登録って、よっぽど、例えば私がビデオチャンネルとか、そのカメラ系のチャンネルで、ここ、ぜひね、あの行ってみてくださいって、リンクをだ大々的に貼るとか、まあ、何か、えー、続きものの前編後編とかで、動画の前編でメインとかサブでやっといて、で後編、こっから先っていうのは、このビジネス系チャンネルでっていうふうに誘導すれば、一気に流れるのは分かってるんですよ。ね。だけど、あえてそれをやらない。 のなんでかっていうと、なるべくその、まあ、カメラが好きで、まあ、その延長で見てくれるっていう方々よりも、まあ、むしろ新規層で、ね、新規で、えーまあ、このビジネスっていうカテゴリーに惹かれて、まあ、来ていただける方、まあ、これを純粋に、こう、純度を上げていきたいなっていうふうに思っていて。 まあビジネスって言ってやっぱお金が絡むじゃないですか。だから、えー、趣味としてカメラとかレンズとかね、そういうのがやりたくてと、ジンバルがやりたくてっていう方々とはちょっと違うと思うんですよ、毛色が。ね。なので、まあ、極力ですね、まあ、純度を上げるためにということでリンクを今まで貼らずに、まあ、ツイッターとかフェイスブックっていうのは私の、なんだろう、まあ、 すべてのこうライフというか、私のまあ生活すべてをまあ紹介してる飯、食ってる飯とかも紹介しますし、なので、ツイッターとかフェイスブックにはリンク貼るものの、まあ、そのチャンネルのところでは一切触れなかった。まあ一切ってことはないけどね。私が法人化した時はちょっと触れましたけどね。はい。と、えー、いうことで、まあ純度を高めつつもでもえ登録者を上げていくっていうね。はい。ことですごくね、この200名につきましては本当に嬉しい、はい、限りでございます。 でね、まあ、そのね、その投稿するネタっていうのもね、非常にこう悩ましいところで、今ね、試行錯誤中です。今でしたら、まあ、あの、例のね、えー、コロナの関係で。 コロナの関係でですね、まあ非常にあの、例えばそのイベントが中止になったりとか、イベントがまあ今後多分ね、続々と、え、軒並み中止になっていったりとかするとですね、まあそのイベント系にまつわる、その、まあ例えば映像制作であったりとか、まあ何かそう販売をイベントでこう催しをやって、 でビジネスのチャンスをつかむような方々とか、まあ、いろんな方々、やっぱり業界の中にいらっしゃいます。で、そういった方々っていうのは当然あのビジネスチャンスを失うことになると思います。で、そういうのがね。もう。 ある程度やっぱり先が見えてくるわけじゃないですかで。そうすると、私の方向性としては、まあ本当はね、本当は私、今年法人立ち上げて、ああしをこうしようっていういろんなこう展望、野望みたいなものを持っていたんですが、まあ一旦そこは置いといて、家の中だけで回していけるようなビジネスっていうね、はい、そういうものを、まあ重視していく時期なんじゃないかなっていうふうに思っております。 まあ結局ですね、私の開業当初の会社方針的なものっていうのが、まあ家から出ずに稼いでいく、生きていくという、はい、非常にこうミニマムなね、えー、そのビジネススタイルでした。はい、それがね、今まあまさに試されているところ、えー、時期なんじゃないかなっていうふうに思っております。はい。ですので、まあ外に出てですね、まあ昨日もね、私外に出て映像制作のロケン <laughs> ロケ班に行ってきたんですよ。で、近々ですね、また映像制作のお仕事で、まあ2件、えー、合計3日間かな ?3 日間稼働しますんで、そういうお仕事も、まあ、今後もちろん取っていきます。はい。 で、やっていく中で、ま、今後ね、ひょっとしたらイベントの中止とか、なんやかんやっていうので、そういうのはね、ひょっとしたら、あんまりこう、期待できないかもしれないっていうところ。だからあんまりそこに依存しすぎるとですね、え、いざそれがなくなってしまった時に生きていけないってことになるんで。で、そこは私、やっぱりリスクっていうふうに見なしているんで、だから極力、え、外的な何か、ね、イベント含めた外的な何かっていうのがなくなってしまっても、生きていけるようにっていう、え、仕組みとか体制というのをやっぱり作っておかな ちゃいいけないと今は良くてもね今はいろんなイベントとか映像の仕事とかがあったとしても先々どうなるのかっていうのは誰にもわからないねだってオリンピックだってそうだよねオリンピックだって1ヶ月前っつったらもう普通にね、えー、森会長でしたっけっていうのはまあ開催します絶対あのやりますっていうふうに言ってたのが今ではもう。 ま、延長を検討するっていうね、延長も視野に入れるどころか、もう延長ほぼ確定みたいな形になってるじゃないですか。だから、本当ね、半月後、1ヶ月後っていうのが見えない状況なので。で、これはもうやっぱりビジネスの進め方についても一緒ですね。 はい。ですので、一番ミミ、ミニマムな、まあ、人から、あの、見たらね、笑ってしまうような、まあ、ほ内職レベルでのね、えー、お話っていうのを、例えば、その、えー、リスクをこうやって売ってね、コンテンツを売ってっていうことをやったりとか、自宅でできる、そのコンテンツ作りをやったりとかね。まあ、もちろん、まあ、私、物販やってるんで、今までの仕事、はい、えー、やりつつない、えー、ではあるんですけどね。はい。まあ、物販の仕事っていうのは、 自宅で十分、あの、まかなえる仕事ですし、まあ、なんならその、え、発送するときに、まあ、運送業者に取りに来てもらったりとかっていうことも、まあ、全然、あの、可能ですしね。まあ、基本はもう自宅で完結する仕事っていうのをやってます。まあ、ですがね、まあ、今後、ひょっとしたらそういう運、運送会社すらね、止まってしまうっていうことも、えー、なくはないわけじゃないですか。 そこも本当にわからないってなった時にもう最終的に残るビジネスのあり方っていうのはおそらくですけど運送会社も止まってしまったもう外にも出れません外出禁止令とかってなってしまったら、まあ、それこそもうデジタルコンテンツってことになるわけですよ。ね 仕事のあのそのそ唯一生き残る術っていうのはね私は今現状今日なんかはもう今日明日とかだったら全然その外に出て仕事したりとか物を売ったりとかはいいうことはできますが最終的に何が残るね最悪のシナリオっていうのを考えた時にまあそういった、えーまあ、デジタルコンテンツで、まあ、仕事していくとね食っていくっていうあり方 はいまあ、これがあるのかなとあ,、まあ、あとは唯一言えば、まあ、今 YouTube の収益っていうのがありますんでね、はい、そういうミニマムのところで、えー、想定して、まあ、今私はここ最近その副業っていうところに絡めて副業っていうまあワードを絡めて、えー、そういうミニマムの生き方っていうのを、ねはい、発信させてもらってます、はい、ですのでちょっと私自身ねこコロナの関係もあってどういうそのビジネスの えー、発信をすればいいのかっていうところ、はい、についてはちょっと悩ましい部分であるんですが今のところそういうような、はい、話で、えーまあ、ネタ作りをしております。 ですので、まあ今後もですね、まあその状況に応じたね、発信ということで、あくまでまあビジネス、まあ起業して、まあ起業イコールビジネス、ビジネスイコールまあこう生きていくっていうね、はい、えー、ところに絡めた発信っていうのを、まあ引き続き続けて、えー、継続していきたいと思っておりますので、今後ともですね、皆様、あの、よろしくお願いいたします。 できればですね、今後ともまあご意見、ご感想をいただけるとありがたいです。はい。そんなわけで本日はですね、まあ、200名達成ということで動画にさせていただきました。ぜひね、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。